はい、どうも、トワイスです。今回もバンピートロットやっていきましょう。今回はですね、スーム海浜公園に着きました豪華客船で船上ライブですね。まあそこからやっていきましょう。おそらくこのイベントが終わるまでは自由行動も何もできないと思うんでね。おっと、港町スーム海浜公園、客船が停泊する船着き場と。さあ、人影は見えませんが、まあ船に乗り込んでいけばいいのでしょう。おお、もう着いてますね。コニーが来たよ。俺のことはいいのかい。思っていたより時間がかかったね。途中に何かあったのかい。ああ、まあちょっとこれは調子乗りすぎですね。ダッドリーっていうビークルノイに邪魔されたんだ。ダッドリー？僕聞いたことがあるよ。とんでもない荒くれ者なんだって。ああ、そっち界隈では有名なのか。そうか、災難だったね。よし、じゃあ早速練習しよう。よっしゃ。お、新曲ができてる。こりゃ練習しないわけにはいかないですね。はい、くらい。これはトロット楽団の皆さん、よく来てくださった。どちら様で？ああ、これはどうも。今回は呼んでいただいてありがとうございます。いやいや、有名なトロット楽団が来るというので町のみんなも喜んでますよ。それでは素敵なステージを期待していますよ。ほう、まあ主催者ってことなんでしょうね。なんか迫力のあるおじいちゃんだね。この町の興行師のドン・スミスさんだよ。僕らを呼んでくれた人さ。ああ、あのイベント係の。ってことはなんだ、これで一応自由行動ができるってことか。なるほどね。テーブルの料理を食えるのかな。これは食いしん坊としてはありがたいことだ。ちょっとまだ練習したいかな。ぶっつけ本番はさすがに心配だぞ。あ、ごめん、そっちじゃねえ。セゴリ。はあ、なるほどね。ところで料理ってどこにあるの。ああ、高級そうなワイン飲みね。ワインは嫌いじゃないですよ。まあ私白しか飲めないですけど、まあ、つまみ食いできるの。食べる。味の感想を言ってくれ。でもこれはなんかバイキング形式というかそんな感じなんですかね。これも同じか。なんかピザ系しかないように見えるんだけど。ああいいね、グラスが。おお、これあれかな、あのシャンパンタワーやるのかな。やれることで言ったら、オーリーゼント。ジェイク。何の話だ。名の通ったビックルノリって俺のことかな。そんなことはないか。遠くに船とかは何もないのかな。夕方っていうだけあって暗いですね。ああ。緑図があるんだ。ウエストウィンド号っていうんだな。宝箱探してみるもんですね。なんじゃらほい。210ユーロ値。はあ、誰が落としたのか。どうしましょうね。とりあえず練習した方がいいのかな。いくらいは練習していきましょうか。リハーサルがあるみたいですけど、あれ、なるほどね。降りれないのか。降りれないってことは練習方法はアイテム欄の楽器だ。トランペット
奏はぶっつけ本番でも最悪大丈夫で、ピアノは多分使えないからセイボリーがやってるから、ハーモニカの練習しますか。はい、くらい、まずどういう曲なのか行きましょう。あ、これ消せるんだ。どうしようかな。ドラムがいるでしょ、ウッドベース、違うか、マジュラムもしかしたらサックスを持ってくるかもしれないから、うん、まあちょっとリアルにこれでいきましょうか。まあ評価は A ですけど、吹くところが少ない分がっちり決めていかなきゃいけないですね。というか素晴らしい曲だ、毎回毎回そうなんですけれども、はあ、これはやるのが楽しみですね。じゃあ行きましょう。あー、もう選ぶのか。アイクライはあれ、トランペットいけないのか。あー、バジルがトランペットやるんだ。へー、ってことは、なんていうの、服楽器ばっかりですね。じゃあこれでいこう。
ちょっと途中痛いミスがありましたが、なんとかなりましたね。もちろん行きましょうよ。インポッシブルですね。あら、またトランペット取られちゃったか。じゃあまあこのまま行きましょう。お、これはこれは持ち歌全部やっちゃう感じ？行きましょうか、じゃあ。で、やっぱりハーモニカなのね。どっか探せば新しい楽器とかあるんですかね。まあ、いいか。今回はこれで行きましょう。Looking to a darkness that I
いやー素晴らしかったですね。アイクライの評価はまあいいでしょう。インポッシブルの評価はまあまあいいかな。人形ボイスはあんまりできてなかったんだよな。まあ9大点といったところでしょう。404ユーロッチ、はい失礼しました。演奏がうまくいったのでメンバーがプレゼントをくれた。おっしゃ、セイボリーのポスターじゃないですか。ありがてえありがてえ。ドン・スミスの豪華客船ウエストウィンド号での船上パーティーはトロット楽団のライブで大いに盛り上がった。湾内遊園を終えて港に戻った頃にはすっかり日が落ちていた。あ、湾内遊覧か、失礼しました。いやーよかった、感動しましたよ。ちょっと指輪はめすぎじゃね。ありがとうございます。あなたたちに来てもらって本当によかった。気が向いたら何日でも滞在していってください。私はこの町の闘技場の支配人もやっております。よかったら一度寄ってやってください。これは寄らないわけにはいかないですね。それでは。闘技場と聞いたらうずうずしてきたな。ああそうなんだ。じゃあ、はい、開放感助長アイテム言い方よ。さてと、おすげえ、さすが大富豪。ホテルを抑えるのもあれか、お手の物か。今夜はホテルブルーマーリンで休もう。ブルーマーリンね。あら、ありがとうございます、セイボリーさん。よかったよね。あの、アイクライって、だってできたばっかりの曲なのにあんなにハモってたもん。最高でしたね。じゃあ、どうしようかな。いや。よかった。お客さんが満足してくれたんならね、これ以上言うことはないですね。ノートなんだ。なあ、あんた。どうした、リーゼント兄ちゃん。聞いたぜ、あんた。どこでその名前を。キラーエレファント団と渡り合って、あのダッドリーも任したそうじゃねえか。それほどでも。折り入って頼みがあるんだ。話だけでも聞いてくれ。お断りしたいところだな。頼みってのはな、あんたにビークルバトルに出てもらいたいんだ。ほう。名の知れたあんたが出りゃみんなあんたにかける。対戦相手が腰抜けの弱えやつならなおさらだ。そこで俺がその腰抜けにかける。それであんたが負けてくれりゃわかるよな。なるほどね。そいつは八百長だな。それは八百長。まあ分かりやすく言えば八百長だ。ドン・スミスはケチくさくていけねえ。俺たちにまでろくに金を回さずに自分ばかりいい思いをしてやがる。あんたが負けてくれりゃ莫大な金が手に入る。ドン・スミスの鼻を明かすことだってできるぜ。どうだ、やってくれるか。別にドン・スミスに恨みはねえんだよな。ちなみに俺の取り分は。僕の取り分は。乗り気だな。そうさな。じゃあいくら欲しい。そうだな、82だな。僕が8で、あなたが2ってとこだな。そりゃ無理だ。いいとこ64ってところだぜ。そうだな、じゃあ行為しようか。じゃあ間を取って73は。バカ言っちゃいけねえ。本当なら俺が6、あんたが4の話だぜ。そうだな、そんなこと知らないよ。73だ。妙な意地を張るもんじゃないぜ。あんたの仲間がどうなってもいいのかい。おや
や汚い手を使ってくるね。あえてこれ言ってみたいところだけどな。どうしようかな。だが交渉は強気でいきたいところなんだよな。どうしようかな、迷うな。あえて言ってみようか。知ったことか、奈々さんは譲れないね。何？あんた仲間がどうなってもいいのか。構わないさ。それより、おっと、主人公が勝手に強気に出てくるぞ。こうしようか。僕がこのことをドン・スミスに話したら、嫌な野郎だぜ。だろ、わかった。あんたが7、俺が3だ。それじゃあ説明をしておこう。なーに、難しい話じゃねえ。対戦カードは俺がうまいことやっておく。あんたは受付へ行くだけでいい。そしてバトルが始まったらうまいこと負けるんだ。勝ったり引き分けたりすると全てがパーだからな。あとで闘技場に来てくれ。もし来なかったら、分かってるな。それじゃ頼んだぜ。ドン・スミスの取り巻きなのにな、ああいうことになるんだ。さて、まあちょっと悪役を演じてみたわけですが、どうしようかな、ここから。あえてドン・スミスがこの辺にいるんだったら、そのことをさっさと話しちゃいたいところなんですがね、個人的には。まあいっか、それはまた次回考えましょう。じゃあ今回はここまでにしましょうかね。演奏会パートになってしまったかな。まあちょっと装備も変えなきゃいけないですし、今回はここまでとさせていただきましょう。さあ、ちょっとビークルに手を入れなきゃいけないかな。では今回はここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。失礼します。